変えてしくんね。それはなんで明日が入るっつってんのいいじゃん。ちょっとなんでね、別にええやろ。なんでや、別にいいやろ。なんでやれ。いや別にええやろお前や。おいやあダメっす。おいダメっす。おいおい、あの代表呼んできてもらっていいですか。おおおお、やめやめ。何何おかしいのこれ。何一回見て、一回見て、どうしたこれ。仮説っていうのかこれ。あんなヒューガーがあんねんけど、あのさっきのヒューガーさんいるじゃないですか。はい、金かかったんすよ。は何やってんのお前。いやいや、いいよ別に。よくねえだろ、どこ入るのって。明日入るっつってんのいいよ別に。ダメだろ、貸してくれって言うのくらい別に。金はうちで金貸して気にしながら。そうそう、意味わかんねえことじゃなくてさ。いやいや、マジで何をしてんの。いやいや、俺のことをしてる。いやいや、俺だからね、こいつやりたほうがいい。でも外行こう。いや、外行って。じゃあ、出よ。はいはい。でも、君入店できないから。いやいや、入りてんだけど、明日から行くから。でも行かないって。いや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 、はぁ、なんてやねん。前回、歌舞伎町ホストクラブアクセルにて体験入店に来たのは、いやマジでとさ、まあ、あの人マジで、俺の中でリスペクトしてビビビってしちゃったんすよ。以前、当番組で放送し物議を醸したホスト、シュートに憧れているという20歳。態度が悪い方です、かなり。このホストクラブの代表、水木レイトは言動や態度に問題があるこの男性に難色を示すも、ちょっと粗相がなければ、まあ、まあ俺らでちゃんと育てればしっかりとしたプレイヤーになるかもしれないし、ちょっとじゃあ見てみようか一回。でもとりあえず俺がヘルプ回ったりするから、まあもし何かあったら言って。とりあえず俺一緒にいるけど、うん、一応そういう感じで行こう。この日体験入店をさせてみることにした。しかし、いやマジで構えるけど、俺がホストクラブとか最高じゃん、ほんとに。マジそのメイクの年齢は嘘以上じゃなさそうだな。女の子の職業とか年齢とか聞いちゃいけない。いやマジで結構めっちゃ先生のホストって、まあ、覚えることたくさん多いかもしんないけど、まあ覚えてたらさ。いや俺結構覚えるの結構めっちゃ先生のホスト。まず、まあね、体験入店でまだ入ってないけど、俺一応代表でその態度はちょっとマジ良くないんだけど、それは分かんないかな。いやもうマジ無理で売れたことも言ってるしなと思うんですよ。いや、売ってから言ってくれよって思うけど、どっちかって言ったら。入ってから上下関係とかいろいろ教えてくから、まあ、今日は本当1日目だから、いろいろそんな俺も強く言わないけど、本当に入ったらマジちゃんとしてもらうからね。ちょっとそこだけちょっと気をつけて、マジで。分かった。うん、オッケー。まあ休んでいいや。ありえない接客を繰り返し、水木レイトの注意にも耳を貸さなかった。そしてスタッフは裏にカメラだけを残し彼を撮影。そこに映されていたのは、え、あのさ、名前なんていうの。あ、ヒューガです。ヒューガ、はい。俺さ、来月、あ、次でさ、明日から、来月じゃない、明日から、あ、明日から入るから、じゃあ、VV マスクから、ちょ、見てといてね。あのさ、マジでさ、ちょっとその、あれでもさ、あるからさ、じゃあ明日入るから、じゃあ俺今から出しちゃおうって、ちょっと飲みとか、まあ、どっか行くと思うんだけど、ちょっと帰ってしくんね。いや、ちょっと、それは。なんで、明日が入るって言ってんのがいいじゃん。いや、ちょっと。なんでね、別にやろ。なんでや。いや、ちょっと。それは。あ、なんで、別に明日入るって言ってんの。俺、男同士の嘘なんて使うわけねえだろ。なんで。いや、ちょっと、お金はやっぱり、貸し借りは、ダメなんで。ヒューガくんやろ。俺、覚えたぜ。俺、今日覚えたやろ。あ、だから、俺、名前を覚えてんだったら、別にええやろ。いや、やっぱり。俺が好きな人やるし、は、なんでやろ、やっぱり。は、別にいいやろ。ダメです。なんでやねん、稼いやん。お金は一人やん、なんでやねん。いや、お金はなんでやねん。やっぱりルール的にも。なんでルール。関係ない関係ない、稼いよ、マジでいいやろ。いや、ダメっす。せやな、マジで、ちょっとマジで。いや、やっぱりルールはルール。どうしいいやいや、それもやっぱり。いやいやいや、ダメっす。なんでやねん。いや、やっぱりルールはルールなんで、やっぱり守るために。あ、うるせえな、マジで。でも言う引っ張らそうか、今から。おい、じゃあ1万でいいから、普通に。いやいやいや、1万もやっぱり、明日入るんだったら別に明日行けば
借りればいいし。いやいや、いいわけですね。舐めてるんです。いや舐めてるとかじゃなくて、やっぱりお店のルールというか。え、別にいいやろ、お前よ。おい、いや、やっぱダメっす。おい、ダメっす。おい、さすがに、あの、代表呼んできてもらっていいっすか。カメラを回収しに戻ってきたスタッフは彼を思わず制止した。関係ねえよ、関係ないんだよ、そういうの。僕がね、やりたいんだよ。おお、おい、なに、おかしいのかよ。なになに、一回呼んで、一回呼んで、どうしたの。骨仮説ってんだろ、お前。あんなヒューガーわかんないけど。あの、さっきのヒューガーさんいるじゃないですか。はい、金かかってたんですよ。はぁ、何やってんのお前。いいよ、別に。よくねえだろ、どかわいい。おっけない、明日帰るっすんだろ、いいよ、別に。ダメだろ、最近ヒューガーってやつ呼んで。呼ばなくていいよ。何何、何何前でしょ。別にいいじゃないっすか、マジで。何だからっすか。何前だ。もうやめさせた方がいいっすよ。え、金を借りようとしたの。いや、ちょ、マジで、ちょ、今から、終わった後、これ、終わった後、じゃあ、飲み行こうかなと思って、じゃあ、金欲しいなと思って、じゃあ、さっき言ったら、この、ここにいた子に頼んだ。何を？金貸してくれって。で？で、当たったら、なんか、いきなり帰ってきた。当たり前だろ。何考えてんの？いやいや、もう言ってるよ。別にいいじゃん、別に帰ってもいいよ。え？帰るんだから。何、帰るって。帰ってくれ。断れたんじゃないの、金貸してっつって。いやいや、別に1万ぐらいなんかちょっと別に貸してくれって言うのくらい別に。いや、ダメでしょ。なんで？だってまだうちのメンバーじゃないし、正式的に体現入店だから。体現入店だって。じゃあ、だから明日入るって言ってんじゃん。だからまだ入ってないじゃん。明日でしょ入るの。だとしても金はうちで金貸して禁止だから、そもそも。シュート見てたら分かるでしょ、逆に。いや、あいつみたいに金庫盗むやつは違うでしょ。尊敬してんでしょ。尊敬してるけど、いや、あれなんかあの感じにコストやれてるんだなって。まあ、俺はなんか最後まで諦めないところの気持ちってのが、まあ、まあ、そう、あいつあいつだけ頑張ってたし、まあ、尊敬するのもいいんだけど、まあ、今いないから普通にコストとしちゃんとやってるって感じっていうのと、あの、まあ、どこの社会でも、どこのあれでも急に見て金貸してるのおかしいっていうのわかんない。俺らの中ではそれはなかったよ。まあ、俺らの中ではそれ、こっちはもう店の中だから、また話しすぎたな。にやかんで、ちょっと金貸してるぞ。ん？金貸してるダメっすよ。にやかんで、やめとくよ。俺と？おやめた方がいい。とりあえず、その暴力って良くないから。ってか、なんで押したの？おかしいだろ、そもそも。うん。こっちのあさってのやつと俺の問題なのに首突っ込んだやったらしい。いや、店の代表だから。いや、関係ないね。関係あるね。なんで関係あるの？店の代表だから。にやかんで関係ない。意味わかんねえことじゃなくてさ。マジで何をしてるの。いやいや、俺のことをしてる。いやいや、俺やからね。やめた方がいいよ。でも、そっといるか。そう、出てじゃあ出よ、はいはい。やるぞ、マジで。もう、てか、クビだから来れない。あ、なんで。暴力が多分起こすし、その、金物とかだから、もう、君は入店できない、それだけ。いや、明日から行くから、でも行くから。いや、無理無理。いやいや、はぁ、なんてやねん、マジで。無理無理無理。いやいや、できないから。ちょ、マジ入るから、俺、マジで。できない、できない。いや、意味わかんねえ、マジで。俺入るから。間違いない。いや、戻る。戻るっつってんじゃん、これ。できない、できない。うっせぇなぁ。もういいや、気分悪いよ。もう二度と来ねえよ、こんな店。まあ、あれはあんまいないっすね。なんか。まあ、でも。まあ、わかんないっす。カメラとか入って興奮してたのかもしんないっすけど。まあ、裏でやってることとかもよくわかんないし、従業員からお金取るって本当ありえないんで。で、暴力沙汰も起こしそうだし、これは早めの判断でよかったのかなって思います。まあ、彼顔出し OK って言ってたんですか。すいません、ちょっと遅れちゃったんですけど、ホスト TV で撮影してまして、今体験入店の。あの、シースさんっつって、お疲れた人っすか。うわぁ、おい、シースさん、おい、よろしく。すいません、お願いします。いいんすか。企画の撮影してまして。ちょっと、まあ撮影結構入っちゃうと思うんですけど、顔出しとかって。いや、全然、ボルブレボンもバチクソ出しちゃっていいっすよ。ありました。決めちゃってください、こうやってほしい。ありがとうございます。あ、言ってましたよね。はぁ、まあでも、まあ、彼まだ若かったんで、二十歳とかで、はい、そうだな。まあ、彼のためにもモザイクとかの方がいいかもしれないですね。
まあ、今これからもしかしたら頑張れるかもしれないし、また違う道でね、なんかまあ、怒ってもらってしっかりこう人生やり直すまではいかないですけど、いい方向に転ぶときにこれがちょっとなんて言うんだろうな、黒歴史みたいになっちゃうとちょっとかわいそうなんで、まあ、モザイクはちょっとかけてあげてください。わかりました。はい、はい、ホストクラブなどの夜の世界ではたびたび彼のような人物が訪れる。しかし改心しなければこの世界で売れることはまずない。そしてそれに気づかなければ必ず悲惨な人生を過ごす。